リポーターの中原彩香です。今日は佐古4番町にありますブリコルールさんから中継でお伝えしていきます。さあ今日なんですけども、早速ゲストの方が来てくださっているので、はい、こちら紹介したいと思います。どうぞ。こちらがブリコルールの大滝由衣さんです。よろしくお願いします。大滝さん素敵ですね、はい、この店内も可愛くて、うん、ありがとうございます。こちらのお店はいつ頃オープンされたんですか？はい、2019年の1月にオープンしました、うん、そうなんですね、はい、うんうん、じゃあ早速ちょっとブリコラージュフラワーっていうのを見せていただきたいんですけども、はい、こちら全部ブリコラージュフラワーなんですかね。そうです、うんうんうん、じゃあこれブリコラージュフラワーってちなみにどういったものになるんでしょうか？と根付きの植物を使って、うん、はい、それをフラワーアレンジメントのように、はい、寄せ植えにしたスタイルのことです、うんうん、確かになんかちょっとブーケをして、ね、そのままこう植えたような感じに見えますよね。あのブリコラージュってちなみに初めて聞いたんですけど、はいはい、何語なんですか？フランス語 で、うん、でその自分の身の回りにあるものを寄せ集めてきて、うんうん、でそれをこう全く新しいものに作り変えるっていう意味があります。あの切り花だったりとかのフラワーアレンジメントと、はいはい、まあ、こういった根がついてる、はい、ブリコラージュフラワーの違いだったりとか、はい、どんなとこがいいとかってあるんですか？そうですね、うん、自分の好きなように寄せ植えをこう、まあ、フラワーアレンジメントのように豪華な寄せ植えを作って、はいはい、それをまた育てていけるっていう、はい、園芸の楽しみの部分もあるので。なるほど、はい、なんか自分の、ね、好きな色だったりとかその時の気分によってこう、ね、変えていけたりするのもいいですよね、はいはい、うん、じゃあこれが簡単に作れるっていうことなんですけど、はいはい、ちょっと作り方を教えていただいてもいいですか？はい、大丈夫です。じゃあこちらの、はい、作成する台ですかね、の方に移動させていただいて、はい、ちなみにこれ土、え、これないですか、はい、これを使うんですか？はい、そうです、ベラゴンチップという、うん、はい、ヤシの実を細かく砕いたチップで、うん、すごく軽くて、そうですよね、はい、ふわふわしてて、そうなんです、で清潔で腐らないので、うん、何回も再利用することができます。そうなんですね、はい、じゃあ植え替えする時とか もうこれをまた使えるってことなんですか？はい、あ、それ環境にもいいですよね。そうですね、あとこうすごく根張りがいいので、うんうん、はい、その土と違ってこう空気の層をたくさん含んでるものになるので、はい、土で育てるよりも根がしっかり張っていくっていうので、はい、枯れにくく園芸を楽しむことができます。早速じゃあ作っていただいてみましょうか、はいはい、うんうん、じゃあこの今日はこういうカゴに植えていきたいと思います。使うのがお花と葉っぱ2つ、はい、あのちっちゃいのにこんなに入るんですか？はい、はい、うんうん、たくさん入るんですけど、まあ、寄せ植えだったらこう並べるだけのところを、そうですよ、ね、今日はブーケのように作っていきたいと思います。どうなるんだろう、はい、あ、もう取っちゃって、はい、取っちゃって、はい、で普通は何も触らずに植えていくんですけど、そうですよね、はい、土をねちょっと、はい、剥いていきますね、ここごと、はい、そんなことしちゃっていいんですか？このチップを使って植える時だけ、はい、こういうことをしても結構大胆に土を、そうですよね、はい、取っていきます。お花でもこれでも根がしっかり張ってるから、はい、大丈夫ってことなんですね。そうですね、強い花苗をうちは使っているので、ちょっとこう次は、はい、葉っぱを、ね、ちょっとちっちゃくなって、はい、この葉っぱのこれちょっと唐辛子の観賞用唐辛子で、はい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 、まあ、葉っぱに見えるんですけど実もなってきます、はい、でこれ株分けができるので、うん、そんなにざっくりと、はい、そうだったんですね。と割ってまた、まあ、さらに小さく、はいはいはい、で先ほど大滝さんもなんか根張りがっていうふうに言ってたんですけど、はいはいはい、根張りがいいっていうのはなんかどういうことなんですか？そうです、うん、空気の層がたくさん、はい、あるチップを使って、はいはいはい、それでの中に植え込むことで、はい、根が張っていく場所が土で植える時よりもたくさんあるので、はい、隙間があるからそこに根が張っていくんですね。張っていくっていう感じで、だからちょっとこうダメージを与えても、はい、その根張りの良さでカバーしてくれるので。なるほど、だからこうやって大胆にこうちょっと取っても大丈夫こういうことをして、ちょっと土で同じような感じで土で植えるとそれはちょっと傷んでしまう、そうですよね、はい、可能性があるので、あ、すごい全部結構ちょっと裸になった感じがこのこれがよく気持ちいいって言われますよ、お客様に。こうポリってこっち音もね、なんかねいい音してるんですよね。こういう作業が癒されるとか、そう気持ちいいって土をね、あんまり根っこと土をあんまりこんなに触る機会が普段はないので、
でここに今からブーケを作っていくんですけど、はいはい、ブーケ、この水ゴケ、はい、うん、何ですか？ゴケの湿地に生息するゴケの一種で、はいはい、保水力が高くて卵の根鉢によくこう使われているような水ゴケなんですけど、はい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 、これを保水力が高いその性質を利用してここでちょっとね、ほぼちょっと今土をバッサリ落としてしまったので、はいはいはい、ちょっと守る感じですね。そうですね、で保護してあげるための、うんうん、これでより枯れにくくなります。でここにさっきこう大胆に削いでいった葉っぱをこうくっつけていってブーケを作っていきます。だからこう一個キュッてこうなるんですね、はい、あ、そうですね、すごい花束みたいになってる。花束みたいにくっつけていて、もうこれは来ていただいたお客様とか、はい、お好きなものを選んで、でくっつけるだけでこうブーケに。あ、かわいい。花の隙間にもしっかりね、葉っぱがこう入っていって、ね、そうですよね。もう簡単な小学生のお子様から、お子様でも、はい、もう5、6歳の子に作っていただいてるのね、普段、うん、結構。で最後またこの水ゴケを、はい、そうです、保水力の高い。これって日本のコケなんですか？いや、日本のものじゃなくてニュージーランドとか、うん、あとペルーとかの湿地、はい、湖に生息してるコケの種類なんですけど、はい、しっかり守って、しっかり守って、うんうんうん、枯れにくくした状態で、いい、ちょっと最初に半分作ってあったので、うんうん、そこにこうぐさっと、はい、これはもうチップの上にこう置く感じだけなんです。そうです、置いて、はい、であと隙間にチップを、あ、またこうちょっと埋め込んであげる、はい、埋め込む、隙間がちょっと空いてるところにチップを埋めるだけで、はい、それだけなんですね、はい、もうそれでめっちゃ簡単。そうなんです、素敵、こんな素敵、素敵なブーケが完成しました。ちょっと持っていただいてみたら、持ってもいいですか？はいはい、あ、軽い。そうなんですよ、これだともっと持ち運んでね、プレゼントにぴったりですよね、うんうん、なんかでも大人になると土を触る機会が本当に減っちゃうので、はい、そういうのもなんか自分がこうね触ってこそ癒しになるというか。そうですね、自分へのプレゼントとかでもいいですよね。ただ並べるだけだとすぐ終わっちゃうので、うんうんうん、ちょっとこう遊びでブーケを作ってっていうその時間が癒しになるってよく言われます、うんうん、わー素敵です、うん、今日はこの体験もさせていただいてありがとうございました。それでは以上、佐古四番町のブリコルールです。失礼しました、ブリコルールさんからお伝えしました。